アーサーかルシファーか、それが問題だ。皆がオラ様を浮気者だと言おうとも、どちらかを選ぶことなどできぬ。別にお前の好みなど聞いていない。そんなことを悩んでいる間にモンストがなくなってもいいのか。それは困るである。余計なことを考えている暇があったら、ルシファーのその後をしっかり見るのだ。見られるであるか、打点したルシファーのその後が。ここから一気に物語が加速していくぞ。おお、ケテル様のところから逃げ出した打天使というのは。ルシファーの居所を知っているものと思われますが、口を割りません。いいだろう、その方が痛めつけがいがある。上空から接近する物体、ルシファーです。なんだと。あのルシファーが笑っています。打天使を奪い返す気だ。撃ち落とせ。遅い。平和ボケしていると言わざるを得ませんね。さっさとあの女を止めろ。殺しても構わん。首を飛ばされたくなければ動かないことです。いかん、そのスイッチは。
ルシファー。引っ込んでいろ、ゼフォン。素直じゃありませんね。あの方が望まれていたからに過ぎません。献身的な心がけだな。これが監獄でしょうか。随分とカビ臭い独房だな。地は無常の喜び、地は自由を求める呼吸。学べ、さもなくばされ。アウトディスケ、アウトディスケーデ。我が知識のあばら屋へようこそ。お前がベルゼブブか。いかがかな。美術の分野はまだまだ物足りないが、哲学と歴史のコレクションはなかなかのものだよ。そうだな、おすすめは。あなたのおしゃべりに付き合ってる暇はありません。これから言う質問に答えなさい。今すぐ死にたければ別ですが。我々は食べて飲もう。明日は死ぬのだから。カルペディエム。死を理解しない武人の前では創世記の書物もただの紙くずか。お引き取り願おう。外の喧騒から逃れ、地の喜びに浸っているところでね。十天星が古代兵器スルガトの眠りを覚まそうとしている。スルガトだとしたら、そいつらはよっぽどのバカか命知らずのどちらかだ。私たちが知りたいのはスルガトの破壊方法だ。破壊？あいにくその必要はないと思うがね。あの化け物を破壊できるものなどこの世界にはいないさ。あなたの意見など求めてはいません。素直に話すか、この場で首を落とされるか。君たちはスルガトをただの兵器か何かだと誤解しているようだが、とんだ見当違いだ。ルシファー、もうこいつ殺しても構いませんよね。後にしろ。スルガトは遥か昔この煉獄を舞台に大天使団を殲滅したと聞いているが、違うのか。それはかつての十天星が都合のいいようにねじ曲げた歴史だよ。もしスルガトが存在しなければ、この辺りは今でも天界と呼ばれていたのさ。ここが天界だと。いかにも。君たちの知る世界はかつて存在した緑豊かな大陸のほんの一部分に過ぎない。その大部分をたった一体で焼き尽くしたのだよ、スルガトがね。しかしかつての十天星は重要な地を避難させ、結界を張ることで神を守ることに成功した。哀れスルガト。天聖たちの張った結界を破ることができず、数百年もの間虚しく吠え続けた。やがて力を使い果たすと、スルガトは魔界へと落ちた。そして永遠にも近い時が流れ、その存在すら忘れられた。だが邪神スルガトは今も地下深くで眠っているのだ。
万が一再び目覚めるようなことがあれば、今度こそ天界は滅びるだろう。